パリ五輪第五日競泳男子200メートルバタフライ予選、2024年7月30日ラデファンスアリーナ、写真、寺門元気、左、競泳男子200メートルバタフライの予選が行われ、東京五輪銀メダルの本田智る、22イコール糸満投進、がまさかの予選落ちを喫した。予選2組に登場もピッチが上がらず、1分57秒30で最下位の8。 全体でも22位で、上位タイム16人による準決勝へ進めなかった。4組に登場した五輪初出場の寺門元気、21イコールセントラルスポーツ、は1分55秒82で4位、全体13位で準決勝へ進んだ。準決勝は現地午後8時42分、日本時間31日午前3時42分から行われる。22、 23年の世界選手権では200メートルバタフライでいずれも銅メダルに留まっていたホンダは今年2月のドーハ世界選手権で優勝。しかし大会直前に捻挫した左足首の痛みを押しての出場でその後は十分な練習が積めなかった。3月の代表選考会はパリキップこそ手にしたものの日大の後輩寺門に敗れて2位通過。 本格的な練習再開は4月下旬にずれ込み、その後も試行錯誤を繰り返しながら本番を迎えていた。下向き黒三角ホンダこのタイムだと悔しさもないですし、虚無感という感じ。言い訳になるけど、緊張してここまで体がすくむとは思わなくて。自分でもどう答えていいのかわからない。寺門は3月の代表選考会でホンダをラスト10メートルで逆転。 水泳界で一番尊敬していると言い,い、練習から常に背中を追いかけてきた大学の先輩に勝ち、冠類に無線だ。ホンダを破るためにラスト150メートルまで耐える展開を貫いたが、3位だった100メートルでも派遣標準記録を突破する51秒33をマークするなど着実に力をつけていた。下向き黒三角寺門レースが近づくにつれて震えが止まらなくてやばいと思ったけど、 隣を泳いだ地元のマルシャン選手への応援がすごくて、五輪を楽しもうと思えて緊張がほぐれてよかった。8人の中で一番楽しむことを心がけた。